こちら。うわすごい。ということで今回は新たに手に入れた水のプロでノックを受けていきます。その前にどうやって手に入れたかのおさらいです。正解だったね。正解だったわ。なんか大きそう、これでかそう。オールスターボデンか。2022の多分オールスターボデン。21は持ってるんだよね。持ってたと思う。これけどね、なんかダイバーシティグラフィックスかなんかっていう確か漢字の名前名称だった気がする。サイズ9なんで、うんうん、坂本モデル選手と一緒のはず。坂本モデル選手じゃない、坂本選手モデル。坂本選手モデルと一緒のはずです。坂本モデル選手って言ったね。はい、どうもルウヘです。よろしくお願いいたします。ということでね、おさらい見ていただきましたでしょうか。早速手に入れた水のプロでノック受けていきます。はい。なんか厳しいノッカー、今日両平じゃないからすげえ厳しいんだけど、僕今日大久保くんですからね。しかも一番正面取りづらいんだ。はい、あー怖い。グローブの問題というか、これ俺の問題です。さあ関節つけたからボックスで取りやすい。すごい。あ、ボックス型にしたんですね。そう、ちょっと ここ外にしてるから、こういった時にさ、ここが埋まるっていうの。はい。あー怖い。あー怖い。怖いけどここちゃんと入って入るな、ちゃんと。この辺がいいか。誰？すごくね。すごくない今。そればっか。まあでもカウンドリでも入るっていうことだからね。入る、すごい入る。でもボックス型いいかな。はい。客もいい感じ。どう？どうすか？うん、なんかスムーズっぽい感じはする。なんか取った後もたまやっぱ。今が勝った。握り返しやすい。はい。おーしゃーしゃー。これやるのはあの衝撃を吸収するためです。取ってから開くまで。はい。俺の癖こう取っちゃう。本当はこうがいいんだけど腰が落とせない。しゃっ、折れました。あ、よっしゃ。なんかこれ今まで使ってきたグローブの中ですごい、なんか買ってすぐに使ってどうかっていうシリーズで言ったら一番取れると思う、うん、しかも皮がしっかりしててこうよれってならない。エナメルだからかな、逆に背面が長板とかもさビヨーンってこうならない。ちゃんとこうしっかり耐えてくれるからいい感じです。はい。あーこれ当たった。これね、マジ怖いからね、この辺。はい。この辺むずいよな、どう取るか。あー、上で取るか下で取るか。おっ、おっ、何入った今。何今入ったぞ、やばい。おっ、すごい。すごくない？ウェブ先も結構や、じゃあもう柔らかくなってるってこと？そうだね。しかも強いわ。負けないわ。はい。チャン！ああ、どこ行った？チャン！ああ、どこ行った？どこ行った？すごい今。
すごいぞ今の。首グランになって今。ラストラスト。ラスト。いやー、映えるなこれが。あのさ、じゃあ内野の名手のオープン分聞きますか、なんか。はい、お疲れ様でした。というわけでですね、こちらの新しく購入したこのエナメル の水のプロ、はい、内野用を使ってみたんですけど、今出てもらってるの大久保くんなんですけど、ショーヘイズの大久保、今ノッカーしてくれてました、ずっと。ありがとう。はい、すげえ強いノックノック強い。あの打ってみて、はい、どんな印象ありましたこのグローブ。見てて先が強いなっていうのが伝わってきて、うん、逆シングルで行った時とかシングルで行った時とかもスポッて入ってくる感じが伝わってきました。そうですね、ちょっとねこれ強いんですよマジで。ちょっと持ってみる。本当だ、強くない、強いです。まあ、若干硬いのもあるのかな、まだな。背面が結構強いです、ね、押されないからね。大久保くんのさ、はい、オールスターもあれ一応蛍光じゃん。はい、だからあれはエナメルじゃないんだよね。あれはエナメルではないですだよね、はい、あれはちゃんとした革なんだよね。そう、どれ。ガチだ、本当だ、塗ってる感あるわこれ。ツヤも、ツヤっていうかこの光も。翔平さんの方はあのグラフィックスデザインが入ってるんだよね。あ、確かに。そうだから多分エナメルっていうのもあるんだと思うし、その耐久性っていうとかでは正直多分ミップの方が絶対あると思う。そうなんだ。ただ馴染みはスラッガーなのかなって、うん、ただどっちも蛍光だし、そのカラーリング的にはほぼ一緒だし、ここが違うぐらい。そう、グラフィックスが入ってるかとメーカーがどうかぐらいの違いしかない。ここが違うぐらいか。ここのなんとかまたはデビューまたは、うん、まあまあまあでもそこは補給面と一緒だからね。こっちは何何、あ、逆じゃねこれ、逆逆順。まあ、うん、そう、まあ、そこはね、いくらでも変えられるから。そうだ、そういうのがあった。でもマジ強いから、強かった、本当にこう負けない。まあ、それが水のプロの強さもあるのかもしれない。まあ、これじゃあの EBC のメンバーに使ってもらおうと思ってるんではい、羨ましい。一緒に見ながらこう、なんかね、どんな感じかレビューしてもらって、蓋つけてもらって、ちょうど良くなったら返してもらうっていうはい、感じでね。まあノックもね、どうすか、振っても取れてるから。そう、これもね、やべっつってこう、なんか、あーっあー取れたみたいな。うん、だから振っても取ってるなとは思ってた。そうだね、いつもこうなんかピヨンっていくもんね。うん、肩の問題かな、やっぱここを折った方がやっぱいいのかな。人それぞれ、そこも乗らないわ。まあ内野する機会があったらちょっと俺でちょっと行かしてもらおうかな。あと早急だけですね、課題は早急だけ、ワンバン早急でいきます、はい、といった感じで、今回はこちらね、福袋で買ったこの水のプロの、ナチュラルライムのね、2022年オールスターモデルを、使ってノックをしてみました。買ってよかった、本当に。今後ともね、まあ春なんで、春っていうかまあね、年明けなんでね、新しいグローブ買ってきて多いとは思うんですけども、大事に、今年1年間ね、使える1年間というかこれから使えるグローブをね、育ててみる期間として、まああのね、オフ期間はノックとかたくさんしたらいいんじゃないでしょうか。ショーヘイズも、練習会とか試合やってますので、よかったらね、近い方は来てください。というわけで、終わります。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。走走走走走走